まあ、ですね、24時間企画ですからね、これを歌わないと24時間企画じゃないんでね。投げつけるぞ人間目つむけてって、おいおい、明日でしょ、明日でしょ、皆様明日でしょ。今年はもう運動するのだるいから、今年は博覧会。2015年のクリスマス、ゴリラは言葉を喋った。2016年のクリスマス、ゴリラは二足歩行した。ゴリラの博覧会、赤字、うほほほい、うほほほい、暇すぎて性欲たまる、ゴリラセックス、ゴリラセックス、人間と抜けばラブ、立てばピース、ゴリラ性欲半端ない。というわけで、今年からはゴリラの博覧会、もう運動会もあったでしょ、やべえから博覧会。そして24時間カラオケ、喉が潰れるから秘密兵器が3本ある。こちら最初のカラオケ館で帰りに買ったんですけど、こちらカラオケボイスドリンク、これ1本こんだけで400円します。これはプロの歌手も飲んでる、声の喉の調子を整えるドリンクです。これを3本買いました。1200円、これを飲みます。まず1本目使います。夜空は君への滑走路、ハートを揺らすよ君の声、瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。すでに色のふわり君のね、果てない俺が、どれが確かな。
とっても僕たちの忘れずした想いが見つからないように横から背中を押すから誰よりも幸せにしてあげて嘘が見たいから